大阪出身の武田投手は184センチの長身から投げ下ろす最速153キロのストレートが持ち味の本格派右腕で、履正社高校から明治大学を経て現在三菱重工ウエストでプレーしています。武田投手の指名にライブビューイング会場のファンは、いやもういいピッチャーだと思って都市対抗を見てたんで、ぜひベイスターズで活躍してほしいです。超即戦力なんでしょうねと思ってますから、とても期待してます。社会人で25歳ですと活躍できる期間が短いんで、示した限りはやっぱり頑張ってほしいんで全力で応援します。ベイスターズは即戦力ピッチャーの指名となりましたね。そうですね。続いてはベイスターズの指名選手を一覧でご紹介していきます。2位、法政大学の篠木健太郎投手。3位、四国アイランドリーグ徳島の内野手加藤響選手。4位、四国アイランドリーグ高知の若松直樹投手。5位、岡山山陽高校の内野手田内誠選手。真人選手ですね、失礼しました。6位、國學院大学の坂口春日投手。育成1位、日大鶴ヶ丘高校の外野手小針大樹選手。育成2位、阿南光高校の吉岡春投手。育成3位、八戸工大第一高校の金渕光希投手。ポジション別では投手6人、内野手2人、外野手1人でした。横浜DeNA シーン、どんな形であれチームのためにこう一番にこう全力でピッチングできる投手になっていきたいなと思います。2位指名を受けたのは法政大学の篠木健太郎投手。最速157キロの速球に加え変化球もレベルが高く、大学のエースとして活躍、プロ1年目から即戦力としての活躍が期待されます。ベイスターズから3位指名された四国アイランドリーグ徳島の内野手加藤響選手は、東海大相模高校出身の22歳。走攻守3拍子揃った内野手で、こちらも即戦力として期待されています。まあ、指名された当初はちょっとこう実感が湧かなかったというか、本当にホッとしたっていう気持ち一心だったんですけど、ちょっとこう時間が経って徐々に実感が湧いてきて、本当にこう NPB の一員になったんだなっていう、こう実感が湧いてきました。1年目から1軍で活躍できるように、チームを勝利につなげられるようなピッチャーになりたいと思います。6位指名、國學院大学坂口春日投手は、伸びのある直球に多彩な変化球が武器で、1年生の時に東都大学リーグで最優秀投手に選ばれています。一方、今回のドラフト会議では神奈川ゆかりの選手も多く指名され、今後の抱負を語りました。よしよしよし、幼い頃からプロ野球選手になることが夢でしたので、まず第一歩を決めたので、またこれからプロ野球選手としてしっかりご活躍できるように頑張るので、皆様応援よろしくお願いします。まずは1年目はとにかくプロの選手についていくことを1年目は目標にしていて、将来は日本だけではなく、最後は海を渡って海外に行きたいと思います。夏の甲子園でチームをベスト8に導いた東海大相模高校の藤田龍生投手は日本ハムが2位で指名。198センチの長身から繰り出される最速150キロのストレートと多彩な変化球が魅力で、今後のさらなる成長が期待されます。まさか2位で指名されるとは思ってなかったのでびっくりしました。まずは足でこう名前を知ってもらえるような、まあ、日本を代表するような選手になりたいと思ってます。神奈川大学の庄司雄大選手はソフトバンクから2位で指名されました。50メートル5秒7の俊足と安定した打撃が持ち味で、大学1年の秋からショートに挑戦しレギュラーに定着。横浜高校時代の同級生、ベイスターズの渡来選手が待つ NPB 入りを果たしました。小中高とこの神奈川県で、野球できたことというか、神奈川の高校野球ファンであったり、その方々の
応援もあっての自分の高校3年かなと思いますので、ファンの方にも感謝しながらこれからも頑張っていきたいと思います。地元のファンに根付いたそんな歴史あるチームだと思ってますし、その地元のファンにも愛され続けるような選手を目指したいと思っています。中日から3位で指名された桐光学園高校の森俊太選手は高校通算48本塁打を誇る走攻守揃った大型内野手。去年秋の県大会ではキャプテンとしてチームを17年ぶりの優勝に導きました。横浜創学館高校の鈴木慶心投手は巨人から育成3位で指名されました。鈴木投手は140キロ台後半の伸びのあるストレートとスライダーが武器の本格派右腕です。選手たちから力強い意気込みが聞かれましたが、パブリックビューイングの会場からも様々な声がありましたね。そうでしたね。さすが都市対抗野球もチェックしてらっしゃる方もいらっしゃいましたし、はい、コメントを聞いてると本当にね、ファンの皆さんの期待が強く感じられましたよね。武田投手に関しては三浦監督も力のあるボールがあって体ががっちりしてこのローテーションを守っていけるなんていう期待のコメントもありました。やっぱり先発ピッチャーが今回の、ね、補強ポイントだったのかなと改めて感じました。はい、